ホーマ f 9 0 1イチーズは富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。9 0 1イチーズシリーズとして s h 9 0 1イチーズに次ぎ p 9 0 1イチーズ d 9 0 1イチーズと同時に発売された。外部メモリーはミニスドカード対応である。折りたたみ式を採用し指紋認証センサーも引き続き採用している。 さらに開閉ロック機能も付属している。また別売りの接続ケーブルを買うことで充電しながらパソコンとの情報連携もできる。カメラ性能はメインカメラは CCD 約204万画素。またオートフォーカスにも対応している。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約32万画素。この端末のボタンは黄緑色に光る。i ア,アプリはリジレーサー 4F。 スーパーパズルボブル F、ズーキーパー F、フリーセル、お出かけ姫様、G ガイド番組表リモコン、電子マネー AD がプリインストールされている。900イチーズシリーズ共通の特徴として、i モードフェリカ、800MHz 対、フォーマプラスエリアの、デュアルバンド対応、900イチーズ以降の機種、同詞間での音声通話中のテレビ電話への切り替え、 PDF ファイルの閲覧やダウンロードができる PC、ドキュメントビューアー機能に対応している。また、ドコモのネットワークから送られる時刻情報をもとに、自動で時間を補正する機能にも対応している。F900 イ、e、チーズユーザー対象に2005年7月31日までのキャンペーン期間中に、携帯向けメーカーサイト、FK 対応演談にアクセスして、キャンペーンに応募すると、漏れなく、 ステレオイヤーフィットヘッドホンがもらえるキャンペーンを実施していた。ありがとうございます。